こんにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはアイテムです。今回は100均セリアの購入品を紹介したいと思います。 DIY に使えるものを選んでみたので、ぜひ参考にしてみてください。それではその動画をご覧ください。真子チャンネルスタート。では紹介していきます。一つ目はこちらです。水性塗料、アースホワイトとスモーキーピンクを私は持っています。これはもうなくなるのでまた買うんですけど、ピンクもすごく可愛いし、こっちも白すぎないナチュラルな感じの色なので使いやすくてお気に入りです。でカラーもいろんな色があったり、あと他にもこんな水性ニスとかもあるんですけど、このシリーズがもうすごく便利で、あのスノコの色を塗ったりとかするのによく使うんですけど、おすすめです。次はこちらです。マスキングテープ、これはちょっと太めのサイズになってるんですけど、これもまた新しく買いました。このなんか太いサイズのマスキングテープって珍しいし、で今回あのまた黄色とピンクは買ったんですけど、他にもなんか柄の入ったものだったりも あるんですけど、結構長く使えるのですごくおすすめです。次はこちらです。ホツラード免疫、布地のホツラード免疫、これもまた2つ目なんですけど、あのリボンを切った切れ端の処理をするときとか、あとは布を切ったときのその端っこの部分にこちらをつけると、あの糸がほつれてこないのですごく綺麗に仕上がります。あ、ストッキングの電線防止、電線止めとかもできるみたいです。ボタンの補強、布地のほつれ止め、こういうのも1個持ってると DIY には便利だと思います。次はこちらです。長板、これはこの前の DIY から使ったんですけど、なんかこれは使えると思って、また別の DIY でも使おうと思ってます。で色もゴールドとシルバーと、あともう1色ぐらいあったのかな、忘れたんですけど、このゴールドが可愛くて、セリアはなんか結構その色の種類とかも形とかも多いので、このシリーズも結構使えると思います。そして最後はこちらです。硬いものを切るハサミ、これは刃の先が片面ちょっとギザギザになってるんですけど、これで多分硬いものを止めてくれてガッションみたいな、ちょっと分かんないんですけど、でもなんか本当に普通のハサミとは全然違って、すごく切れやすいです。なんかたまに造花でこの間にワイヤーが入ってるものとかだと、普通のハサミじゃ硬くてなかなか切れなかったりするんですけど、でもこの硬いものを切るハサミっていうのを見つけて、それで買ってみて、そっからずっと使ってるんですけど、結構なんか使えてるので、こちらもすごく DIY で便利だと思います。これで今回は以上になります。いかがだったでしょうか。今回は100均セリアの DIY に使えるリピートグッズを紹介してみました。ここにあるものは本当にたくさん使ってるし、ぜひ皆さんにもおすすめしたいし、便利なものがたくさんなので、ぜひチェックしてみてください。商品名は概要欄にも書いています。他にも池田真子の真子チャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子の100均セリアのリピートグッズでした。バイバーイ。